全国1億5000万の福島県の穏やかな湾内で海サップデビューしたいと思っている皆さん、こんにちは。海のうねりにはめっぽう弱い小心者湖パドラー、バンゾンです。動画の履歴をご覧いただければ一目瞭然。静かな山の中の湖でプカプカ浮いて遊んでるばかりで、海サップ経験は片手以下の初心者同然なバンゾン系ですけども、10月にもなると湖の水温が悲しいかな、日ごと冷たくなってくる中でもウエット着て頑張るわけですが、海水って秋でもまだ冷たくないって言うよねという世間の声を信じて、ならばこの時期海サップの経験を積もうと思い、今年開校したオレンジサップスクールさんへ体験入学してまいりました。スクール名を聞いての通り、スタッフさんのファッション、車、テントなどなど目につくものかなりの比率でオレンジ尽くしだから、遠くからでもとっても分かりやすいし、統一感が素晴らしい。かくいう私バンゾンもサップライフのイメージカラーはいつの間にかオレンジ野郎と化して、そこそこの年数やってきてましたんで、色つながりのシンパシー甚だしく、開校当初からめっちゃ気になっていたのですが、今回直接お会いするご縁もありまして、10月の海水温は冷たくないのか検証も含めお伺いさせていただいた。というわけで、いつものオレンジライジャケに普段は合わせて履くことはないオレンジサーフパンツ、去年まで使ってたオレンジ迷彩のマリンシューズに FSJ オレンジ防水バッグ、さらにはこの日新調したオレンジブレードのパドルに身を委ね、我が家の看板サップ犬タル君もオレンジライジャケ着用で、ただの痛々しいド派手オレンジおじさんと化し、馳せ参じてしまったのでしたが、この日ばっかりは C プラスが手元にないことが悔やまれました。オレンジサップスクールさんは福島県相馬市の原釜小浜海水浴場にてレッスンを行っておりまして、ここは2001年に日本の水浴場88選に選ばれ、水質安全性利便性などもお墨付き、もともと比較的波の穏やかな海水浴場な上に、テトラポッドと釣り桟橋できっちりエリア分けされているので、冒頭で言った海サップビギナーさんには安心してレッスンを受けられる最適なロケーションなんです。 Yes! さらにオレンジサップスクールのスタッフさんにはドッグサップインストラクターもいらっしゃるので、ワンコ同伴での慣れない海サップでも安心のサポート体制でレッスンしてくださいます。ただし真夏の海水浴場海開きの間はワンコ同伴できないなど条件もあるようなので、直接ご確認ください。この日は雲一つない極上の晴天、気温も20度以上になり、午前中でも汗ばむくらいのナイスコンディション。私は2ミリのハーフパンツウェットと3ミリのベストのウェット、タルママは3ミリのウェットスーツを着込みましたが、他の参加者さんはウェットなしでしたね。私も海に出る際ラッシュガードを脱ぎ捨てました。そして打ち寄せる波に向かってエントリーしていく湖サップにはないスタートがやはり下手くそすぎで、いきなり波に飲まれずっこけまして、先行き不安にもなりましたが、その後は私の苦手なうねりも少なく助かりました。スタッフさんにとってはほぼなぎにもかかわらず、うろたえるバンゾン、まるで修行が足りません。いつもは緑豊かな自然の中でサップに興じるバンゾン家、テトラやコンビナートなど近代的構造物に囲まれた中でのサップは本当にレアなんで、そこのところも動画や写真に残しておきますが、結局はノーズ上げたりくるくる回ったりしちゃうんですよね。スクールは海水浴場のエリア内を東西に漕ぎつつ、途中浜に上がって休憩をとってくださるので、ワンコ釣りにも安心です。ここで私バンゾン、スタッフさんのハードボードを乗らせていただきました。スターボードのオールスター 12.6 長いレースボードに初上艇して疑似レース体験。あの重い板持って波打ち際に向かって走るだけでも大変、レースパドラーの皆さんやっぱすごいっす。漕ぐ前に体力もう撃沈してます。でもって結局ノーズ上げちゃうだけのトンチンカンなフリスタジジイを許してください。おりゃありがとうございました。参加者さんもスタッフさんのちょっと不安定なショートボードに挑戦したり、
ほぼ落水確定の複数名で立って記念撮影したりと、アトラクション的な楽しみも交えながら、終始安全にスクールは終えることができました。さなえさん、先輩、さやかさん、佐藤さん、楽しいスクールをありがとうございました。オレンジサップスクールで相馬の海を堪能した後は、浜の駅松川浦で常磐ものの美味しい魚介を買って食べて、松川浦の観光も忘れずにね。ナイス。オレンジサップスクールさんのインスタアカウントを概要欄にリンク貼りますので、詳しくは DM にてご確認ください。今シーズンのサップ動画もあとわずかだろうけど、ちゃんと見てやるぜって方はぜひともチャンネル登録いいねしていただいて、過去のサップ動画も全部見てくださいね。なお、淡水湖河川でサップに乗る際は乗艇者全員必ずライフジャケットの着用をお願いいたします。またビギナーさんはたとえ海サップでもライフジャケットは羽織るだけじゃなく正しく着用してくださいね。当動画ではリーシュコードを外した状態でトリックメイクする場面が数多く見られますが、周囲の安全を配慮し確認した上で行っております。今回もご覧いただきありがとうございました。チャオー。